Tyson knows he's got him in big trouble. はい、こんにちは。今回はボクサーが国家を代表して戦った試合を紹介いたします。フランク・ブルーノアイアン・マイク・タイソン。当時人類最強であったマイク・タイソンは統一世界ヘビー級王座の防衛戦でフランク・ブルーノを迎えました。35戦全勝 31KO のタイソンと32勝 31KO2 敗のブルーノの対決はアメリカとイギリスの対決ということで話題を呼びました。ブルーノはタイソンより10センチ以上身長が高く、またリーチは30センチ近く上回り、そしてとんでもないパンチ力を持つボクサーで、イギリスでは英国の誇りと言われ、イギリス中の期待を背負いタイソン戦に臨みました。タイソンは勝田誠氏が他界した後ケビン・ルーニーと決別し、代わりにドン・キンクがアプローチし、離婚騒動や暴力事件などで練習が満足にできず、3週間で約20キロも体重を落としてこの試合に臨んだので、勝田誠氏が教えたボクシングからほど遠いボクシングになってしまったのです。それでもタイソンは力任せに尋常でない破壊力のパンチを5ラウンドに集め、以前のようなスムーズな連打ではありませんが、ロープギアに押し込んでアッパーやフックを叩きつけると、リチャード・スティールが米英対決を終焉させました。1938年6月の世界ヘビー級王者ジョー・ルイスとドイツからやってきたマックス・シュメリングの試合は第二次世界大戦前哨戦と銘打たれ、試合前から世界中で注目されました。第二次世界大戦直前だったので、挑戦者シュメリングはドイツのヒトラーからアメリカのボクサーを倒してくることを厳命され、ニューヨークに乗り込んできました。一方、王者ルイスにはルーズベルト大統領から、敵国ドイツを任すためには君のような筋肉が必要なのだと大きな期待がかけられましたが、ルイスは2年前にシュメリングに KO されていましたので、大きなプレッシャーがかかりました。7万人以上が見守る再戦では、ルイスは前傾姿勢で初回から果敢に攻め、シュメリングの前回の試合で見せたカウンター攻撃は通用せず、初回からダウンを奪い、第二次世界大戦前哨戦はわずか1ラウンドで終わりました。WBC 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、いよいよチャンピオン徳山雅守が韓国ソウルの舞台に姿を現しました。 WBC 世界スーパーフライ級王者徳山選手は2度目の防衛戦で前王者のチョ・インジュと敵地韓国で戦いました。徳山選手は本名
ホンチャンスといって、在日3世の当時北朝鮮籍のボクサーでした。韓国を代表するチョ・インジと北朝鮮を代表するホン・チャンスがワンコリアを訴えるべく韓国ソウルで相まみえました。距離感のいいアウトボクサー同士の戦いは序盤ともに長い左ジャブの差し合いを展開し、かなり長い距離でパンチを交換しましたが、徳山選手が長い距離で優位に展開し、第5ラウンドに一瞬の隙を見逃さず鋭い右ストレートをヒットさせ、前王者は意識を失いました。ウィルフレド・ゴメス。ゴメスは6度目の防衛戦で52戦全勝 51KO の WBC 世界バンタム級王者カルロス・サラテの挑戦を受けます。戦前の予想ではサラテが有利でしたが、サラテが試合直前に風邪をひき、また減量で苦しみました。サラテは体調不良のためもあって勝ちを急ぎ前に出ますが、王者ゴメスが巧みにいなし、4ラウンドに強烈な左フックのカウンターが炸裂するのです。5ラウンド、ついにサラテがバズーカの連打の前に力尽きてしまいます。32勝 32KO1引き分けの KO キングゴメスは、1階級上の WBC 世界フェザー級王者サルバドール・ファンチェフに挑みました。戦前の予想ではゴメス有利でしたが、ファンチェフは距離を巧みに操り、接近されても慌てずに左フックのカウンターを合わせ、初回に KO キングからダウンを奪います。強打のゴメスはパンチを打ち続けますが、サンチェスの技術に阻まれ、逆にタイミングのいいパンチをもらい、戦前の予想とは違いサンチェスのペースで試合が進んでまいります。迎えた第8ラウンド、 KO キングの攻撃を見切ったサンチェスは、本来のアウトボクシングとは違い強引に攻め立てながらカウンターを狙います。